はい、皆さんおはようございます。和道です。2018年4月の19日、8時です。よろしくお願いします。はい、おはよう。ミッキーさん、おはようございます。おはよう。バカ5個ありがとう、ミッキーさん。ありがとう。おはよう。アイテムありがとう。おい、リンさん、おはよう。おはようございます。はい、ありがとう。じゃあそっち側、見てたりの下か。こっち側のカーテンする？大丈夫？無料アイテムありがとね。おい、ワトツ、アンコロいらっしゃい。ジャックありがとう。これ何？有料アイテムがどれになるの？ジャックが有料アイテムなの？無料アイテムはどれだ？トーマくんが無料なのかな？ちょっとよくわかんねえな。なんかイベント始まったね。ちょっと調べてみようか。トーマくんが無料。まこちゃん有料。ジャックはクイズに正解するともらえるんだ。ありがとう。了解。分かってきた。はい、おはよう、みんな。おはようございます。みんなおはよう。なんか面白いことあった？なんか事件はあったかい？ふわっちはどうだった？今日は。アイテムありがとう。なんか面白いことあった？相変わらずかな。なんかさ、うなちゃんマンのさ、動画をさ、YouTube 朝見ながら作業やったよ。なんかね、昨日ね、あれ行ったんだよ。なんだっけ。島忠ホームズっていうさ、ホームセンターみたいなところに行って、で、買ってきたのがね、すごく良かった。3000円で売ってたんだけど、なんかプラスチックの、何て言うんだろうな、ラックなんだけど、すごくいい感じで、今あそこに置いてある、白いラックなんだけど、なんつうの、空気清浄機をさ、こう重ねて3段になってんだけど、あれ3000円良くない？こう、カラ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 って動くんだけど、部屋がだいぶスッキリしたよ。収納買って。あれもう1個欲しいな。これ3000円で売ってた。3段になってるさ、収納ケースで。一番上は空気清浄機、2段目にお米と炊飯器、3段目にシャンプーとかトイレットペーパーとかリンスとか、そんな感じのね、収納しました。だいぶ床が見えてきて、収納大事だよね。すげえ買ってよかったなと思って。おたまと上位全く知らないやつばっかり。まあまあ、コラボイベントって言っても、なんか、回収イベントだからね。
だからあれでしょ、みんな今月の爆投げでいいでしょ、3日間、ここで稼ぐんでしょ。ランキング下がったよ。だからこういう無料イベント、なんかメガホンなんだよこれって。簡単に言うと、昨日まで53位だったんだけど、何位になってるかな。昨日までマンスリーランキング53位だったのが、多分ねだいぶ抜かれたよ。61位まで下がったね。これみんな無料アイテムで応援して、無料アイテムと有料アイテムバンバン投げて、そう、あの貝のやつに抜かれたわ。デイリーも過疎ばかり、過疎の方が稼いでるの前からじゃん。あの過疎生主の方が稼いでるじゃん。あの閲覧全くなくてさ、アイテムバンバンもらえる人の方が稼いでる印象だけどね、前から俺は。その方が稼げるんでしょ。はい、おはよう、応援して。ふわっちのランキングはアイテムの数だよ、簡単に言ったら。アイテムの数と、こういう、これ無料イベントのアイテムの数。だから、粉飾決済みたいなもんだよ。不動産屋さんおはようございます。みのむしさんおはよう。ランキング下がるとさ、他の生主に舐められるのよ。それがすごい嫌だ。見えないマウンティングみたいなのがさ、始まるからさ、なんかあれでしょって、稼いでないやつでしょみたいな扱いされんのよ。まあ資本主義だからしょうがねえよな、そこはな。稼いでなかったら蔑まれるっつうか、こうなんつうんだろう、蔑まれるとは言わないけど、コッパ野郎になんだよ、コッパ野郎に。それが嫌だよね、コッパ野郎扱いだよ。花火ありがとう、おはよう徳永さん、花火ありがとう。いや粉飾決算みたいなもんじゃないの。だってあれだよ、多分ね稼いでるやつがね言ったんだと思うよ、メガホンとか無料アイテムで作ってって。収入バレるから。だから昔は収入すぐは丸分かりだったの、7掛けだったのよ。簡単に言うと、あの俺が30万稼いだらかける7だから、3421、あ、3、まああれだよ、あの7掛けってやつだよ。あのあれだよ、なんか少し多くなるんだよ。ジャックありがとうね、うん、おはよう。みんな おはよう。でもまあリスナーさんからしたらさ、アイテム投げて投げてっていう放送面白くもなんともねえよな。なんかそれ金くれって言ってんのってイコールだかんね。金くれっていうのはゲイではないじゃん。だからなんかどうかと思うよ。喋ろこの野郎って話よね。リスナーの暇を潰せこの野郎っていう。よっさんとかさ、金梅さんとかさ、ちゃんまんとか稼いでる、ドレさんとかさ稼いでるんだったら俺すげえ納得いくの。だけどさ、金くれって、要はアイテムくれって言ってるだけの放送とかさ、なんでアイテム投げるんだろうね。まあ、今だけだろうけど。はいはい、ありがとう。応援よろしく。おお、すごいね。ジャック10個もありがとう。貯めといてくれたのかな。みんなありがとう。まあ、和道は強いよ。無課金勢いっぱいいるからね。こういう時に強いね。日々の行いが出る。なんかホームセンターに行くのがさ、子供の頃から好きでさ、東京ってでっかいホームセンターないと思ってたの。成田のさ、近所にジョイフルホンダっていうさ、すっげーでかいさ、
ホームセンターがあるんだけど、そこよく行ってさ、プラ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 するのが好きだったのね。なんか、わけのわかんない鉄の棒とかさ、わけのわかんない機械とかさ、棚とかさ、いっぱい売ってんだよ、観葉植物とか。で、東京にはこういうのないんだなーって、東急ハンズぐらいの大きさなんだなーと思ってたら、のんちゃんが島忠ホームズってペットの餌買うときによく連れてってくれて、はい、おはよう。だからもう昨日ついてったらさ、買い物楽しかったよ。だから俺が2時間ぐらいさ、うろうろするから、のんちゃん連れてくの嫌なんだよ。和藤さん長いっつって。俺女みたいな性格だから、ショッピング長いのね。店の中うろうろするの大好きなんだよね。この前はね、中野ブロードウェイうろうろして2時間ぐらい過ごしたけど、すっげえ楽しかったね。ショッピング大好きなんだよね。トムさん、おはよう。女の子に生まれたかったな。絶対女の子に生まれたら俺やりまんビッチになってたろうな。画質どう？今日。なんかね、コメントビュアーがうまくキャプチャーできなかったから、なんか文字を小さくすると文字が潰れてたの、今まで。だからさ、画像の解像度上げたんだ。で、ビットレートの数値、どれくらいにしたかな？3倍にしてるから、普段よりも画質がいいはずなんだよね。あと、キャプチャーしてるね、文字、みんなのコメント欄が綺麗に写ってるはずなんだけど、タイムラグとか感じる？どう？はい、亀尾さんはどっち？どう？綺麗に映ってない。音声ビットレートも上げてるから声も綺麗なはずなんだよね、普段より。あんまり変わんないかな。外配信には向かない設定なんだけど、これ。家の中の配信では多分相当綺麗な出力になってると思うんだよね。これ夢の話なんだけどさ、昨日西村博之さんと飯食ったよ。あの人すげえいい人だな。いや、もうめちゃめちゃいい人で、なんか初めて会ったのにすげえよく迎えてくれるし、なんかテレビの感じだとあの人の良さ伝わってない。テレビとか動画とかだと、もうすげえニコニコしててすげえ気さくな人で、めちゃめちゃ面倒見いいよ。あ、やっぱその配信もそうだけど、テレビもそうだけど、作られたキャラクターなんだなとか思ったもん。なんか、意外と、なんか、古民家みたいなところで、なんか4、5人のそのネットの、なんていうの。なんかこう、ライターとかさ、プログラマーとか抱えて、仕事やってて、みんなひろゆきさんのことしちゃってたし、なんか俺もさ、なんかすげえ、あ、全然いいよみたいな、上がりなよみたいな感じでさ、すげえよくしてもらって、俺ひろゆきさん大好きになったわ。全然テレビで見るのと印象違う。なんか印象そのままだったんだけど、なんていうのかな、なんかもっと自然体っていうか、テレビの時はちょっとオーバーめにやってるんだなっていうのすごい分かった。すげえ気さくでニコニコしていい人だったよ。なんか秘密基地みたいな雰囲気でさ、いや、感動したな。ちょっと思ってたのと全然違かったかな。
モバイル回線常に低品質で分かんないか。 OK。 まあね、ネット見るのもね、あれだもんね、あのデータ食うからね。わかる。毎月の支払いとか大変だからね。家に光回線とか引いてないの？光回線だったらさ、使い放題じゃん。俺でもね、なんかね、サーバーに負担がかかるから、ネットで何ギガでいくらとか、あれ嘘だと思うよ。だって昔さ、ただでバンバン高速でやり合ってたじゃん。定額制でパケ放題とか、絶対嘘だと思わない？あれさ、結局 LINE とかが普及してさ、電話料金で金取れなくなったからさ、月々1万5000円とか2万円取れてたわけじゃん、全国民から。で、電話料金取れなくなったからさ、嘘ついてるだけだよな、データでサーバー負荷かかるんですとか言ってさ。ほんとクソみてえな商売やってるよな。おい、セイクちゃん、おはよう。赤いスキレ、あれよかったよかった、教えてくれてありがとう。なんかサイクちゃんね、最近来なかったよね。ねえ、サイクちゃんとコメントね、楽しいのに。みんな寂しいでしょ、サイクちゃん来なかったら。来てくれてありがとうね。楽しんでて。いや、しかし、ひろゆきさんめちゃめちゃいい人だったな。なんかね、みんなさ、金持ちだからさ、ひろゆきさんうまいもん食ってると思うじゃん。全然だよ。全然自炊してて、なんか普通に米炊いて、なんか豚バラあるじゃん、豚の薄切りの豚バラ肉、あれをなんか衣つけて揚げてる、なんかこのなんかビッグカツみたいなのうまいんだよとか言って、ソースかけて食ってたよ、キャベツで。あ、意外と質素なんだなと思って。ひろゆきさんなんか若い、俺より年下の28とか26ぐらいの子とかもいたりとか。いやいや、すっげえいい人だった、ひろゆきさん。いや、マジでね、いや、なんか申し訳ないなと思って、なんか、また来なよ、みたいな。いや、すげえ質素だった、本当に。まあ、服とかはさ、クロックスみたいな感じのさ、おはよう、いっちゃん。クロックスみたいな感じと、あと何？ T シャツとかじゃん。だけど、日本で生活してる時も全然変わんないんだなと思って。で、食費とか俺3万円ぐらいしかかかんないよ、和道くん、みたいな。あ、そうなんすか？みたいな。え、だって、みたいな。金かけるのバカらしくない？とか言って。だからみんななんか金たまんないんでしょ？みたいな。別にうまいでしょ？豚バラとか言って。うまいっすね。つって。はい、おはよう。いっちゃんおはよう。みーたんおはよう。なんか結構誤解されてると思うんだよな。はい、無料アイテムありがとね。話聞くよ、全然。いっちゃん電話かけてくれば。LINE わかる？ LINE わかるんだったら LINE かけてくれば。全然聞くよ。ひろゆきにそう。ひろゆきさんの、なんかこう、ベンチャーみたいな、昨日の夜飯食ったのよ。で、なんつうんだろう。なんか、古民家みたいなところ、結構大きめの、なんか田舎の方で、で、そこになんかベンチャーの、なんか若い子とか、そこでなんか、実はこれここでライティングやってんだよみんな、みたいな。へえ、みたいな。で、プログラム書いてる子もいて、で、飯も食わせてもらって、普通に自炊してたよ。ありがとう、アイテムありがとう。いや、超感じいい人だったわ。なんか生主も食えるようになってよかったねとか言ってたよ。ありがとうね、トーマくん、ありがとう。みんな、俺より背高かったな。痩せ型、まあ痩せ型とまでは言わないけど、いや、意外と背高いんだと思って。閲覧が54人いましたが、花火が400円でした。妥当ですか？
閲覧ってさ、いくらから、閲覧人数がいくつからさ、500円に変わるんだっけ？それね、いっちゃんね、運営さんに聞いた方がいいよ。俺に聞くよりも、運営さんに聞いた方が証拠になるから。で、閲覧がさ、ほら、俺54人とか経験がほとんどなくて、ちょっとわかんない。トータル閲覧なのか、アクティブなのかとか、そういうのわからないから、いっちゃん、運営さんに DM 送ってごらん。普通に返してくれるよ。普通に返してくれる。だから、変に被害妄想を持たないで、運営さんに聞いた方がいいんだよ。直接、だって俺、そのプログラム書いてる人じゃないから。俺は500円入ってるよ。閲覧で取り分変わるよ。変わる変わる。意外と知らない人多いんだよね。俺は、なんつうの、普段の閲覧でもう100人、200人来ちゃうから、いつもマックスのでもらってるんだけど、過疎の人に聞くと、だからね、たまにさ、オープニング初っ端花火投げてくれる人いるじゃん。おはようみたいな。もう10人とかしかいない時に。で、その時に俺も400円だったことがあって、え？って言って。あれ、トータルの閲覧が100人超えたらだったっけな。どっちだかね、俺も、ほら、運営じゃないからわかんないから、だからみんな、閲覧上げようって頑張ってるの。アイテムありがとう、トシさん。そうなんだよね。意外と知られてない。あと、風船とかパフェとかって半分もらえるわけじゃないっていうのも知らない人多いんだよね。意外と。風船って100個もらったら100円とかでしょ？それ50円入るんでしょ？って言われるんだけど、違うよ。頭から投げちゃダメじゃないの。だから閲覧が増えたらその取り分が変わるの。400円で投げてもらって、その閲覧が増えた瞬間に、500円に変わるの。だから頭から投げても別にいいのよ。最終的に枠閉じるときに何人の閲覧があったかな。まあ別に俺悪い仕組みじゃないと思うけどね、閲覧増やそうって頑張ろうって、お客さん呼ばなきゃってなるから。それはいいことだよね。でもね、400円未満にはなることないから。いっちゃん運営さんに電話してごらん。いっちゃんだけ意地悪してるっていっちゃんは言うんだけど、そんなことないよ。だ買う時の値段じゃないんだよね。招き猫が一番割がいいんじゃなかったかな。3000円、まあ2980円で買って、俺に2000円入るから67%ぐらい入るんだよね。花火猫はだから、なんか運営さんにあんまり取られたくないっていう人は招き猫投げてくれるといいよ。あと、こういうイベントごとのアイテムも実はパーセンテージ高かったはず。イベントの有料アイテムは確かそんな気がした。少し割高な気がした。違うかな、半分だけどマンスリーポイントの反映が高いのかな。だからみんなそこでこぞって投げるんだよね、爆投げ師が。だからイベントやってるときはイベントアイテム投げる方がいいって。ありがとう、ハムカツさん。でもまあ、アイテムに関しては別に、フェアにね、過疎なもの主、大手なもの主関係なく与えてもいいんじゃないかなと思うけどね。アイテムありがとう。どうなんだろうね。おはよう、ニャコ。おはようございます。おお、ジャック10個ありがとう。みんなありがとう。でも画質良くなってよかったな。でもあれだね、やっぱ、アチオがやってたさ、一眼レフで撮るやつ、すごいかっこよかったね。あれは全然映像の綺麗さが違った、ぼかしが。やっぱ一眼レフ欲しいな。手に入れよう。おはようございます。一眼レフ手に入れちゃおう。筋肉痛ね、2日目、トレーニング2日目なんだけど、筋肉痛取れたね。
やっぱ初日だけだった。で、意外とね、太ももとか下半身にね、筋肉痛きそうだなと思ったけど、やっぱ走ってた分ね、筋肉ができてたみたいですぐ戻ったね。うん。あ、そうだ、そうなんだ。あんまり好きじゃないんだ。いい人だったよ。うん。なんか、そうね、テレビでは小生意気な感じだけど、後輩思いで、ひろゆきさん、すごいいい人だった。うん。もうずーっと構ってくれて、仕事集中してる時はあれだったから話しかけないで勉強させてもらったけど、ちょっと作業止まったらね、生主ってどうなの？みたいな。いい時代だね、みたいな。イケメンではなくない？ひろゆきさん。イケメンではなくない？まあまあ、顔は整ってる方だと思うけど、あれ、なんだっけな、なんだっけな、複数、なんとか接触の法則って知ってる？ジム通いはね、明日から、今日トレーニング休むか、ちょっとトレーニングするか迷ってて、超回復狙って一回休むか、明日から通おうと思ってるね、ジムは。どんな一眼レフ？メーカーはわからないけど、一眼レフで撮ってるって言ってた。ひろゆきとタイプって、ひろゆきと俺同じ系統の顔じゃない？俺、あれだよ、前髪長かった。あ、だから前髪伸ばせって言ってたのか。あんころ俺のことタイプなんだ。俺ひろゆきにすごい似てるって言われるもん。うん、おはよう、スライリーさん。匿名さんありがとう。アイテム。イチローさんもアイテムありがとう。わだつ。なるほどね。からくりが解けたわ。こういう系統の顔好きなのね。わしっぱなのね。わかるよ。一眼レフ、アチオは何使ってるかわかんないけど、多分ね、望遠でぼかしてるっていう風にカメラ詳しい人が言ってくれたね。なんか俺もカメラの雑誌とか立ち読みとかしててさ、一眼レフの勉強してるんだけど、奥深いね。本当に。レンズの種類とかたくさんあるし。でも結局詰まるところさ、道具が良くたってさ、撮る人のセンスがダメだったらダメだね。一眼レフで撮ってる写真、プロの写真見ても、なんだこれっていうのいっぱいあるもん。俺の iPhone で撮った方が構図綺麗だよっていう。センスだわ、そこは。いや、似てるでしょ。え、ひろゆきと顔似てるって言われるよ。昔よく言われたけどね。ていうか、タイムラグすごくない？なんか、画質上げたからかな。コメントが遅い気がすんだよね。なんか喋ってるテンポ感がずれるんだけどな。うん。あ、匿名掲示板大嫌いなんだ。もともとね、ひろゆきさんが作る前は、アメゾー掲示板っていうのがシェアトップだったの。で、ひろゆきさんは後発組で、アメゾー掲示板がサーバーダウンした時とかに、もうバンバン仲間と一緒に、その2チャンネルっていうサイトが面白いらしいよって自演しまくって誘導して、結局そのアメゾー掲示板がなくなったんだよね。あ、運営にメールした？多分ね、その日に帰ってくると思う。夕方ぐらいには帰ってくる。あ、昼間だからね、多分、まあ午前中に帰ってくるんじゃないかな。10時に仕事で、夕方ぐらいに DM 帰ってくることが多いから。うん。うん。いっちゃんね、あれだよ。餅は餅屋だよ。俺に聞いてもしょうがないことは俺に聞いても意味ないよ。運営さんに聞くのが一番いいよ。運営さんとの関係作ることも大事だから、配信者は。アイテムありがとう。あー、でも匿名掲示板は良くないよな。あれ面白いんだよ。芸能人がさ、週刊誌怒るじゃん。フライデーされたとか言うじゃん。すごい怒るじゃん。でもさ、他人の記事読むのはすごい面白いって言うじゃん。俺ね、あの感覚がすっごいわかるの。ドレさんの雑談たぬきっていう掲示板見てるとすっごい腹抱えて笑うの。俺。他の生主とか。自分の見るとマジで怒るの。嘘しか書いてないの。自分の匿名掲示板って99%嘘なのよ。99%嘘っていうかね、もう感想を事実のように書いてんの。私は和道のことこう思いますみたいなのを、なんか事実かのように書くからすげえイライラすんの。だけどなぜか知んないけど他人の見てると面白いんだよな。あれは人間の悪いとこ。俺はなるべく見ないようにはしてるけど、
たまにドレさんの見て笑ってるんだよね。俺は書いたりはしないよ、匿名大嫌いだから。本当に書いたことないんだけど、意味ないと思ってるから。ただね、半年に1回ぐらいやっぱドレさんの見ちゃうね。半年に1回、3ヶ月に1回ぐらい見ちゃうな。まあでも匿名だから何かを書くっていう時代でもないよな、もう。それはさ、昔インターネット好きだった人ってオタクだったり、恋愛苦手だったりとか、あと障害者とか生活保護の人が使ってたんだよ。要は家に引きこもって、ねえ、ずっと、パソコンしかやることがないって、現実、だからよく言うじゃん。インターネットはリアルと、ネットの世界っていうのは別なんだって言って、虚像の世界、アバターの世界を作り上げてさ、現実逃避をしてたんだよね。だけど、スマートフォンが普及して、もうネットっていうのは一般に開放されたものなんだよ。だからその人たちが居場所なくなっちゃったっていうのは大変なことだよな。うん。いや、人の不幸は蜜の味っていうのは、不幸な人間がそういう風に考えるから、あんまり良くないよ。やっぱりコレクティブエフェカシーって言うんだけど、例えば、わかりやすく言うと、幸せな人の周りにいる人って幸せが連鎖するのね。で、友達の友達の友達、4番目まで連鎖するって言われてんの。で、5段階目まではもう連鎖し、反応を起こさないの。だからね、自分の一番身近にいる人は幸せな人を並べた方がいいよ。21% 伝染するって言われてるから。本当はね、幸せを配れる人になるのが一番いいんだけどね。ゆうさん、おはよう。だってさ、名前と顔を隠してさ、人様に何かを言うって一番最低な行為じゃん。よくさ、匿名だと本音が書ける、本音が書けるっていう人いるけど、そんなのは本音でも何でもないの。言いたいことを言ってるだけなんだよ。そう思いません?言いたいこと言ってるだけなの。名前隠して、顔を隠して。卑怯者がやることだよ、それって。でしょ?ヤンキーとか学校で言うとこのチクリってやつなんだよ。一番ダサい行為の。でもね、人間社会っていうのはやっぱ顔、面構えと、どんな服着てるのか、どんな佇まいでいるのか、何をやってきたのか、どんな名前なのか、どんな経歴なのかを含めて発言なんだよ。だからね、結局コンプレックス、要は社会で何も言えない人間、勇気のない人間がネットに逃げてるだけなの。俺はそういう人間とは関わりたくない。満たされてる人は言わないよ。ない。だって、いろんな成功してる人見てるけど、愚痴を言わない。まず。愚痴を言わないから成功してんの。成功してるから愚痴を言わないじゃないの。ここが違うんだよ。とっといてた。あ、10倍、ありがとう。ゆうさん、ありがとう。10倍が出たね。ありがとうございます、ゆうさん。これは何なんだろう。10倍っていうのがあるんだね。たまにレアで出るのかな。ありがとうございます。ポイントが多分10倍つくんだろうね。ワド1時間で俺と同じだね、アイテムは。今33分喋って収入500円ですね。煽るね。いいんだよ。稼げないときは稼げない。俺結構ね、金金してるって言われてるけど、結構金に関してはあっさりしてるから。近くにいる人とか、みんな知ってるよ。全然金金してないから、嫌いなの、財布の中身とか気にしながら生活するのが。ありがとう、アイテム。なんか楽しくやってたら勝手に金なんか入ってくると思ってるから、楽しいには勝てないから。560円。俺いくらだろうね、見てみようか。いっちゃん金勘定好きだよな。金勘定しながらいいトークなんかできないよ。俺525円で出てる。バーガー1個って5円なんだね。525円だって。何が絵なの、俺結構あっさりしてる方だと思うよ。金に関しては。金に全然執着してない。おはよう。なんだろう、このアイテム。3倍ありがとう。おはようございます。これは何?あ、あれか。トーマくんが3倍とか10倍とかいろいろ当たりがあるんだ。おはよう、ミスタービッグさん。おはよう。なるほどね。食ってけりゃ幸せだよ。そもそも配信で食えてるっていう事態が奇跡なんだから。
最高だよ。悪口言いたい、なんで悪口言いたいんだろうな。なんか群れる人の特徴だと思ってて、俺群れるのも嫌いだから、なんか好きな仲間とね喋るのもね、ピンとかね、まあ3人俺含めて3人とかで会うのが好きで、話をじっくり掘り下げるのが好きなんだよね。アイテムありがとう。だからさ、なんか10人以上とかでわちゃわちゃするの好きなやつらとかいるじゃん。祭りとかだったらいいんだけど、100人とか1000人とかだったら面白いんだけど、あんまりね、なんかね、いっつもなんかグループ行動してるやつとかさ、なんか顔色伺って生きてるやつ見てて、ダッセーなとか思って、なんか言いたいことも言えねえんだろうなと思って、すげえ嫌だったね。ガキの頃から嫌いだったよ。おはよう、ダンボさん、おはよう。無理無理無理、向いてない。言いたいことを言うために俺は配信者選んだからね。いやいやいや、違うって。だからその計算が間違ってんの。いっちゃんバーガーは1個5円入ってくんの、わかる？10個で120円で5個、バーガーは120円で5個、午後25。え？その半分30円だから。え、何言ってんの？いっちゃんね、やっぱね、自分で計算式間違えてるよ。1個5円なんだよ。要は、風船とかハートとかパフェっていうのは割が低いの。半分もらえないからね。だから、やっぱね、いっちゃんね、運営に取られてるって言ってるけど、間違ってるよ、計算。バーガーは1個5円。1個いくらで売ってんだ？バーガーって。見てみようか。やっぱりね、いっちゃんはね、半分もらえるってずっと思ってるんだよ。だからいつも運営に騙されてるっていうの。バーガー1個いくら？バーガーは10個で、だから1個6、半分計算だと1個6円じゃん。1個5円、俺らに入ってくるのは。だから50個もらったら250円だから、この特価で買って半分だよ。割引で買って半分。俺ね、飲みに行くときは一人で飲みたいタイプっすね。俺飲みに行くときは一人で飲むの。あのね、まあ彼女とか親友一人とかはいいんだけど、マスターと話したいんだよね。一人飲みが好きですね。俺ダメだ、5、6人とかで飲めない。要は自分の話をするのと興味のある相手から情報を取るっていう2つしか関心がないの、俺は。わかります？こう自分が話すっていうことと興味のある人間の情報を取るっていう、この2つしか興味ないので、仕事にいると自分の話を聞くターンっていうのが4分の1とか6分の1になりますよね。だからつまらない、まずこれ1で、今度6人いて6人が全員面白いことなんかないんですよ。濡れるやつって大体つまらないやつなんですよ、僕の中で。面白かった人間一人もいないの。だから俺が面白いって思う人間ってピンで活動してる人多いんですよ。だから統計的に言うと、そのグループ飲みとかあんまり面白くないですね、いや濡れてて楽しいわけじゃん、彼らは。わかる？濡れること自体に喜びだから。だから俺わかんない、ガキの頃から苦手。なんか、うんうん、わかるわかる、へえ、だよね、すごい、うんうん、わかる、何一つわからないわお前らのそのわかるは何一つわからない。だよねーも共感できないし、もう惨めになるだけなの、そういうところに参加すると。辛くなるんだよね、逆に。だから行かないでもオフ会とかが何が便利かっていうと、俺の話に俺の興味のある人だけ集まるから、そこは楽なの。演者側とかだったら大人数だったらいくらでも構わないの。生主向いてるよね。
ありがとう、アイテムありがとう。小学生の頃から嫌いだったな俺。小学生の集団行動も苦手。幼稚園の頃から、だからあのみんなさ運動とかの時間バーって遊びに行くけど、一人で積み木とかやってたりとか、なんか女の子と二人でなんかおままごととかやってたね、幼稚園の頃。全然外に行かなかったもん。みんな野球やろうとか縄跳びやろうとかさ、ケンケンパやろうとか行くじゃん、バーって走って。俺はもう部屋の中でこう黙々と積み木を重ねたり俺のポケ、左のポケットに入ってるピンクレンジャーと片足がもげてるレッドレンジャーのこうラブストーリーを常に妄想してたよ。このポケットに超合金っていうフィギュアが入ってて、片足取れてるんだけど、もう使い込んでるから。いやあのね、いつはね半分もらえるっていう感覚は捨てな。花火だけは半分もらえるって覚えておきな。いっちゃんがね、そもそもの誤解が半分もらえると思い込んでるところからだから、その考え方捨てた方がいい。そうじゃなくて、問題が起こった時は確認をした方がいいよ。確認で仕組みが分かったら疑わなくて済むから。疑うっていうのは知識の情報量が少ないから疑ったりしないといけないの。人間関係もそうでしょ。だいたい疑うとか揉めるっていう時って、情報に格差がある時の。情報取りに行かないとダメよ。質問したら教えてくれるのも仕事だから、彼らの、ふわっちの運営さんのビジネスだから。それは相手もありがとう。計算合ってる？いやいや、それでも半分だから合ってるって思い込んでる節があると思うよ。もう半分もらえないと思わないダメもうなんかね、俺はすごいそういうの感覚がずれるとすごくなんかモヤモヤするタイプだから。ありがとう不動産屋さん。なんだかん、みすずさんかな、みすずさんありがとう、あざーす。ありがとうね。キャスバーはだから一人で飲む時とか客が入ってない時に行くの好きじゃん俺。で大体大和さん喋ってるでしょ、いつも。人がいる時に行くのが苦手なんですよ。で配信者は別にそんなに苦手じゃない。なんでかっていうと彼らピンの思考だから。だけどあのね、ヒカルくんって実はワイワイ系得意なんだよ。わかる？すっげえコミュ能力高いの。リスナーさんと橋渡したりとか、その配信者と配信者つないだりとかめちゃめちゃうまいの。だから行くとコンプレックス感じるんだよ正直言うと、ヒカルくんに。だから俺はヒカルくんがいる時あんまり行かないようにしてるあの能力が高すぎてコンプレックスがすげえ感じるの。なんでこいつこんなにできるんだみたいな。すごいのよ、誰も傷つけずに楽しくお酒飲むみたいなことできるから。だから俺ヒカルくんがいる日はね、ヒカルくんのピンで飲むのは好きなんだけど、ヒカルくんが場を回してるのを見るとなんか引いちゃうんだよね。なんかしかも俺ぼっちが好きで、ぼっちで飲みに行ってるのに、こやわずさん一人になってるぞ、こやお前ああいう時行かないとダメだろ、こやなんで行かねえんだよ、和道さんお前ピンで放送してるぞみたいな心の声が聞こえてくんのわかる？洞察力だけはあるから、なんかゴソゴソやってるなみたいな。言ってるかどうかわかんないよ。でもなんかヒカルくんがちょっと、こうやこういう時気使わないとダメだぞ
みたいなのが心の声が聞こえてくるの。なんか勝手に想像して、そしたら荒野来るの。和道さん元気ですかみたいな。それが傷つくの俺。違う、俺はピンで今楽しんでるんだみたいな。なんてこいつコミュ力高いんだみたいな、いやすごいよ、ヒカルくんはすごいよ、うん、俺思い込み激しいよ、いっちゃんいっちゃん思い込み激しい、めちゃめちゃ激しいよ俺、うん、昨日のは夜に作ってみた？よかったでしょ？洗顔すっきりしたでしょ？どうだった？よかった？美肌を手に入れて、美肌。いや、光くんのコミュ力は嫉妬すると思う。荒野もコミュ力低い方だから。あれはね、なんかね、なんかそのもやっとするっていうか。あ、よかった？よかったよかった。うん。洗顔大事よ。普段使ってる安い洗剤とかでもなんかリッチな感じになるよね。ねえ、いっちゃんと俺似てるよね。わかるわかる。頑固だしね。よく言うとさ、あの芯が強いとか、悪く言うと頑固なん。そう、思い込みも激しい。単純一途ってね、よく言うこともできるかもしれないけど、いっちゃんと俺そっくりだ。自分の考え曲げないから。卵味噌見た時和道もなんだかんだ面倒、俺ね、面倒見は実は悪くないよ。面倒見は悪くないよ。面倒見はいい方だよ。後輩好きだもん。ただ後輩から絶望的に慕われない。どちらかっていうとね、あの先輩に慕われる人だった。昔から先輩、ヤンキーの先輩とか超おっかない先輩とかに来て、なんか島津お前さ、はい、タメ口でいいよみたいな。いやいや無理っすって言って、いいんだよ、俺らお前のこと認めてっから、お前だけは俺らタメ口でいいよみたいな。いや無理ですっつってなんでっつって、あのいいんだよっつって、いやあのいいですって敬語は使いますってそういうタイプだった。なんか先輩から異常に可愛がられて、特定のもう面白い面白い、かわいいかわいいってやられて、後輩から全然慕われないタイプで、なんかね、嫌な、なんかこう高圧的に見えるらしいんだよ俺って。でも俺の中では超フラットに扱ってる感じなの。先輩も後輩も先生もタメも全員、障害者も何もかも全員同じ態度をして、超フラットに心開いて話してるつもりなんだけど、後輩から怖いって言われる、女の子と。なんでなんだろうね。はい、チャスいらっしゃい、ありがとう、いっちゃん。そう。だから、先輩に可愛がられるのは、鮫島さん見るとわかるでしょ。そうなんだよ。あのね、結構ね、先輩から可愛がられること多いと思う。昔からこれは。あの、うん、学年でも、学校でも、中1の頃から中3、中2の先輩から可愛がられるし、会社行っても社長とか部長とか、トップの人に可愛がられるっていうか。それは昔からあったね。剣断面はどつ、シャツアイテムありがとう。だからそれこそドレさんとか年齢はるかに上じゃん。でも和道飯行こうよ飯行こうよって言うじゃん、言ってくれるじゃん。これはね、でも特性だから分析は全然わかんない、うん、あ、まだ仕事なの、頑張って、うん、終わったら戻ってきなよ。なんだろうね、だからほらリスナーさんの年齢層もわりかし高いじゃん。でガキどもはさ、突っかかってくるでしょ。俺、ああいう、なんか、細いの嫌いなの。もうめんどくせえわ、と思って。そう、上から昔から可愛がられるね。逆に後輩とか年下からとことん嫌われるタイプ。だから人の上に立つとかいう発想が嫌いなの。よくいるじゃん、お山の大将になってるやつとか。後輩囲い込んで。もうめんどくせえ。男だったらピンでやれよ、みたいな。もう大っ嫌いなの、つるむのも。その上に立ってるやつも。自分もだから管理職とか絶対やりたくないの。もう超だるい、もう俺は全然向いてない。そういうなんかこう後輩ピンでその悩み相談とか昔から受けるんだけど、なんか相談したりとかそういうのは全然ありなんだけど、もう誰々くんが私のこといじめてるとか、誰々くんがどう思ってるとか、もう
女が腐ったみてえなよ。あいちゃんもそうだったんだ。いやでも年上とかね、先輩に可愛がられるのはいいよね。あれじゃん、多分なんだけど、俺がほらドレさんとかだと、ドレさん格闘技うまいから格闘技のこと教えてって言って、ドレさん格闘技好きだから喋るじゃん。あと金梅さんのところに行ったら配信を教えてくださいとか、まあ鮫島さんにもそうだよね。なんか昔の話聞かせてくださいよとか、昔配信会どうだったんですかとか、そのなんつうんだろう、その人の一番いいところっていうか、その人だけが持ってる情報みたいなものを欲しがるタイプだから、結果的に好かれるんじゃん。俺はその好かれようと思ってやってるわけじゃなくて、その人しか持ってないものの情報に興味があるから、なんか多分そういうことだと思うよ。だからバイク好きだった先輩とかにはバイクいじってくださいよみたいな、なんかどうやったらこれ速くなるんすかとか、僕のバイクどうすかとか、よくあの遊びに行くの。俺はそうすり寄る感じじゃなくて、その本当にバイクを直してほしいだけの目的で行くんだけど、うん、お前バイク好きなのみたいな。そしたらその先輩バイクくれたもんね。なんか俺も走りやめるからお前乗れよみたいな。無免で乗ってたら母ちゃんに怒られた。もうその先輩死んじゃったけどね、びっくりしたよ本当に。そのバイク盗まれちゃったんだけどね、超イケメンで結婚して子供産んだばっかりだったな。社長に可愛がられるんだ。バイクはね、スーフォア、CB スーパーフォア、うん、そう、エビテールのね、わかるかな、エビテールっつってもわかる人にしかわかんないと思うけど、うん、スーフォアのエビテール、先輩がくれて、うん、それ乗って、その後は、ゼッペキャールかな、うん、レプリカ乗ってたね、ニーハンの。ハンドルがカッチカチでさ、もう、スロットル回らないんですね。爆音仕様ではなかったっすね爆音仕様ではなかったっすね、うん、成田にすっげえ同級生にめちゃめちゃ速いやつがいて、いやステップこすってたもんね。お母さんいらっしゃい。走り屋の走りすごいよね。そいつからアウトインアウトを教えてもらって、コースの取り方、面白いよね。アウトに入っていくときに減速して、でそのまま倒して、倒れる、そのまま倒れるか倒れないかのギリギリでこう入れるとうーって立つんだよね。あれ覚えたとき感動したな。あ、コーナーのアウトにグーっていって、インでグーって倒して、グーってこう倒、気持ちいいよね。あのコーナーの攻め方分かるとね。だからコーン立ててさ、駐車場に、田舎の公民館みたいな、公民館っていうか、なんかでっかい会場あるじゃん、体育館みたいな、あそこの駐車場にコーン立ててさ、八の字でずっと練習して、うーんつって八の字で回って、ああ覚えてないね。いいよいいよ、もう経験は伝えていかないと、経験した意味がないからね。その経験が役に立ったかどうかは分かんないけど、
バイクってよくよく考えたらめちゃめちゃ怖いっすよね。いや俺本当に思いますもん。こんな無防備なのマシン欠陥品ですよね、あれ。はっきり言って本当にぶつかったら絶対死ぬしさ。何このマシンと、車乗ると分かりますよね、絶対死ぬじゃんみたいな。よく生きてたなって思うもんな、本当。仲間とかもとんでもね危ねえこと乗ってるもんな、あれね。バイクはねやっぱね本当にやめた方がいいよ。 あんなのどう考えてもおかしいもん。バイクは本当事故ったらアウトだからな。そんなフルフェイスでさ、こういうプロテクター、こういうプロテクターつけてさ、もうそれでもダメだろう。首なんて簡単に折れるよあんなもん。うん、いや危ない危ない危ない。滑りますもんね、あのなんだっけ、マンホールとかね、あの溝ね、持ってかれるし。よくあんなことやってたよな。俺だから今考えるともう絶対ダメだけど、無免でさ、そのお姉ちゃん後ろに乗せてさ、160キロフルで回したの。それカッコつけて怖くてブレーキ引けないからどうしようと思ってさ全部切っちゃってキャーなんて言ってたけど、もう内心プルプルだよね、やべえみたいな。ゆっくり戻したけどゆっくり戻したけど、うん、あれ切ってたらもうがっちり噛んじゃうでしょねえ。ブレーキロックかかって飛んでたよ多分、うん、でもな車な、車なんで車関心がねえんだろう。なんかバイクは好きだったんだけどね、どうしても車が好きになれないんだよね。なんでなんだろうな、見た目かな。でもいつかハーレーは手に入れたいな、ハーレーダビッドソンは。ハーレーにまたがってこういい感じのスローライフを送りたいよね。車はでも一生所有しないのかな、どうなんだろう。車欲しいっていう欲求ない。あでもね、あのそこに駐車場に止まってるね、なんか BMW がかっこいいんだよ。カラーがかっこよくて、なんかね今さ、こうメタリックなカラーが多いじゃん、キラキラしてるのとか。違うの、なんかね、なんかプラスチックみたいなブルーなの。あの BM センスいいね、のんちゃんつって、うん、のんちゃんも好きだよつって、あれかっこいいよねつって、なんかちょっといい感じのカラーのね、BM が止まってんの。あれはセンスいいなと思って。そうだね。萩原流さんね。でもあれは、あれでしょ？なんか、精神薬飲んでた疑いがあるんだよね。危ないよねやっぱ、危ない。ソリッドツヤなし、そう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 。いやでもソリッドっていうか、なんかマットっていうかザラザラしてるんじゃなくて、光沢感がない、なんていうの、プラスチックみたいなブルーなの、水色。なんか昭和のさ、冷蔵庫とか緑の家具とかオレンジの家具とかいっぱいあったじゃん。ああいうなんかブルーなのの BM なの。カモさんどうも。あれが結構渋い色だなと思って、かっこいいね。女の人とか乗ってたらかっこいいよあれ。なんか可愛らしいっていうのかな、なんかこうヨーロッパっぽい感じっていうか、すごいかっこよかった。センスいいわと思って。だからもう嫌なのよ、もうな、車の嫌なとこって全部なんか同じ形じゃん。丸くて、なんか俺昔のクラシックカーみたいな箱型のなんかセダンみたいなのが好きだったから、なんなんだろうね。自分でカスタムしたかどうかわかんないけど、純正で出てんのか。かっこよかったよ。なんか個性的なね、車乗ってる人好きだな。
んだろうな。でも俺運転うまいんだよ、車の。あーやめよう、この話は、うん、やめよう、忘れてた。車なあ、車好きな人好きだよね。サコマールさんいらっしゃい。あーいいね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 、わかるわかる、いいね。あ、軽トラだから欲しいかな。軽トラっていいよね、なんかね。軽トラ好きだわ。軽トラオレンジ色とかね、かっこいいだろうな。なんだろう、軽トラってすごい便利だよね。あと、あれが好き。バンドマンが機材車で乗ってるやつ。ハイエースか。カメラも今個性ないんだ。俺はアルファ7欲しいなと思ってるんだけど、アルファ7の3、うん、コントラストが強い感じの、こうはっきり映る感じが好きだから。あとはフォトショップでいじればいいじゃん。こう丸みのある色とかよりもカッとこうシャッ、こうビビッとっていうの、わかんないけど、こうカッてこう来る感じが好きなんだよね。ストーンって来る感じの写真は、なんかまあアルファ7いいなと思って、まあ、動画のなんか個性も強いらしくて、いや、やりもくな、なんかいるよね、なんかでっかい車後ろにベッドにしてるやつ、うん、いるいる。車の中でセックス別にしたくないよね。あれって別に金がないからしてるんじゃないの？学生とかが公園とかで青缶するのとか違うのかな？なんかそんな感じに見えるんだよね。そう、釈迦の家をカスタムしたんだよ。釈迦とペコの家綺麗にして、綺麗でしょ。のんちゃんがね、綺麗にしたので、棒増やしてあげてこうやってくつろいでる釈迦とペコ、いいでしょ。釈迦のもともとあった棒をペコの家にガンガン積み込んで、もうアスレチックみたいにしてあげた。結構馴染んだかな。動線確保してさ、うん、かわいいでしょ、ね、文章かわいいよ。なんかリスナーさんでもこの放送を見て文鳥飼い始めた人も3人ぐらいいて、もともと飼ってる人も 4,5 人いるかな。で、今度また新しく文鳥飼いたいんだけど相談いいって言って、おいおはよう姉ちゃん。昔バスが、あーかわいいよね、わかるわかる、フォルクスワーゲンのバス型かわいいよね。なんかちょっとお店のね、なんかあれでパね、クレープ屋さんとかやりね、よくやってるよね。わかるわかるわかる、かわいいかわいい、うん、わかるわ。昔のフォルクスワーゲンのかわいい、友達が古いビートル乗っててさ、すげえよかったよ。ゴムのさ、あのなんつうんだっけ、あの、ね、なんつうの、ギアっていうの、ストッキングで代用してさ、ストッキング買ってこいっつってコンビニで、切れちったよとか言ってストッキング巻いてね、おもちゃだよね、すごいシンプルで。アイテムありがとう、いいよなそういうのな。なんかバイクとかって自分でいじれるからさ、車になるともうわけわかんないから、やっぱバイク原付きとか自分でいじるのが面白いんだよね。タイミングベルトって言うんだっけ、あれ面白いんだよね。後ろについてるんだよね。後ろのトランク開けるとさ、エンジンとか全部ついてて、そこ開けてさ、なんかガチャガチャやって切れちったよとか言って、ストッキング買ってきてっつってぐるぐる巻いて、ストッキングこれで走んのっつったら、走るんだよとか言って、すげえなっつって、うん、ねえハイエースいいよね、うん、なんかこう
なんかさ、古い映画とか見てるとさ、アメリカ人とかってさ、自分で車直したりバイク直したりするんだ。で、いいセリフがあってさ、直して初めて自分の車になるんだって。お前は買うだろ車って、トヨタのものなんだよって。フェラーリのもの、ランボルギーニのもの、ホンダのもの、お前のものじゃないと。壊れた時にお前が直して初めてお前のものになるんだっていうセリフがあって、いや、もう間違いないなと思って。壊れて直すってかっこいいんだよね。直すってかっこいい。俺ね、それはね、生活保護になって気づいた。何でも買ってた。ジーパンに穴開いたら自分で縫う。かっこいいんだよ。直すってすごいよ。冷風だったね。リボンの牛さんいらっしゃい。やっぱ自分で直してなんぼだよね。海外では車ボコボコに傷ついて味あるけど、日本だと保険入ってないとか貧乏くさいとかもしまう。っていうか、フランス、俺がね、成田の駅前で初めてアルバイトやったとこが、マスターがフランスで修行して、フランスにずっと住んでた。で、そのマスター、カマロっていうなんかスーパーカーに乗ってんのよ。古いけど、すげえ高いやつ。みんな車詳しいの。カマロっていう車乗ってて、で、めちゃめちゃかっこいいんだよ、車好きで。俺のカマロかっこいいだろうっつって、もうヨボヨボの糖尿病のおじいちゃんっつうか若かったんだけど、糖尿病で見た目おじいちゃんみたいな人で、すげえいい人だったんだけど、可愛がってくれて。で、その人が言ってたけど、バンパーはぶつけるためのものなんだって。だから駐車スペースがない時はバカンバカンってぶつけて押して、で駐車スペース確保して止めるのが普通なんだって、フランスでは。初見さんいらっしゃい、面白かったらフォローして来てくれてありがとう。こうガンガンって余裕らしいよ。そんなバンパーは本体を傷つけないためのものがバンパーな。だからバンパーを傷つけない意味が分かんないって言ってたね。 ありがとう、アイテム。ニコ生ぶりに来てくれたの？ありがとう。ふわっちもいいところだよ。そう、ニコ生からするとね、味がないかもしんないけどね、居心地はいいよ。楽しんでって。はい、ちとおはよう。エデンおはよう。いや、かっこいいよね。バンパーはぶつけるためのもの。いや、ちまちましてなくていいよね。アメリカのバンパーは金属製ですもん。あ、そっか、今、プラスチックか。今のバンパーは。でもまあ、今でも変わってないらしいよ。なんかね、新しいものよりも俺は古いものが好きなんだよね。こう、年季の入ってるものをこう好きだから。なんかこう、いつ見ても同じ車が走ってて面白くねえよな、なんか。なんかねえ、車もし買うんだったらとことん金かけてえよな。今考えたら狂ってたよな。バイクも120万ぐらい金かけてたもんな。バイト代全部つぎ込んでたもん。原付のマグナ新車で買って、フォーク伸ばして、チョッパーにして、ハンドルを、CC バーが一番最初か、シート変えて、カウルをカタツムリ、エスカルゴにしようとか、マフラーフィッシュテールだったな。あと何いじったっけ？もうすごかったよ。お肉、魔改造してたよ、本当に。鳥かわいい、ありがとう。見る？俺もこれから顔出して配信していくので、よかったら配信絡んでもらっていいですか？いつでも売名しに来な。ふわっちでやるってもニコ生でいいよ。俺の LINE ここに書いてあるから、いつでも売名しに来なよ。俺は見に行ったりとか、気に入った人しか見に行かないから、見に来いっつって言われても見に行くことはできないけど、絡んで絡んで。アピってアピって。面白かったらうちのリスナーさんも見に行ってくれるよ。見たい？はいはい。いや、別に軽でもいいんだけど、なんか人と同じ車乗りたくねえよみたいな。そんな数百万かけてさ、人と同じ車なんか乗りたくないよね。
こんな感じ。白いのが釈迦、こっちが釈迦ね。これが釈迦ちゃん、これが。で、クリーム色のがシナモンがペコ。ペコと釈迦、うん。俺のツイッターに写真あるからいいねボタン押してきてよ。釈迦とペコの写真朝アップしてるから。ツイッターもよし、もしよかったらフォローして。うちのアイドルだからね、釈迦とペコは。ねえ、釈迦。釈迦ご飯食べてんの？おいしい？いっぱい食べな。うん。つがいになったんだよね、やっとね。乗れるとしたらもう一度乗りたい。ジープ。釈迦ご飯食べてる。かわいいでしょ、鳥。これが釈迦ちゃん。もう4歳かな。もう寿命半分ぐらいかな。そうそう、あのね、のんちゃんの家がペコの、ピンポンの撮影地だったんだよ。そう。おい、ペコおいで。そう。元気な子供になるように、つって。うん。おいで。あー、ダメ、喧嘩しないの。喧嘩しないの。うん、ご飯食べてるからね。いいよ、釈迦ご飯食べな。いいの。ペコダメよ。うん。カリ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 じゃん。カリ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 。あそこ噛んでね、くちばし整えん。だからペコはオスだからくちばしが真っ赤でかっこいいでしょ。これオスの特徴なの。くちばしがでかいの。うん。ね、釈迦の方はメスだから、あの血液が通ってないから、あのちょっとねピンク色っていうかくちばしの色が鮮やかじゃない、うん、ダメよ喧嘩さ。あら、釈迦も喧嘩ダメよ、うん、かわいいでしょ、うん、よいしょ。はい、ありがとう。アイテムありがとう。有料アイテムも頼むよ、みんな。無料アイテムじゃ食っていけねえから。いや、お世話するつもりないよ、全然。神谷さん。LINE と Twitter？ うん。全然絡んで、この家で雑談してるとき、いつでもトツかけてきてくれていいから。うん。フラットにやろう、フラットに。俺は突断らないから、電話。配信の相談でもさ、なんか、和道に言いたいことあるのも、なんでも。まあ、あんまり配信に関係ないこと聞かれたら、普通にめんどくさかったら切るけど。うん。よろしく。神さん、よろしくね。うん、いいよ、いいよ。全然。配信やるの、エーデンさん、うん、だったらコテハン神ちゃんに書いときなよ。そう呼んでくれないよ。神や神やって呼ばれるよ。ダメだよ、コテハン変えない。今神ちゃんって書いておきな。そしたらみんな神ちゃん神ちゃんって呼んでくれるから。神やってコテハン捨てな。うん、今ひらがなで神ちゃんって呼んでほしかったら神ちゃんって書いた方がいいよ。うん、みんな呼んでくんないよ。ありがとう、いっちゃん。もういっちゃんだってみんないっちゃんって呼ぶのはいっちゃんって書いてあるからだよ。ダメよ、呼んでほしい小手半書いておかないと。おはようヒロくん、久しぶり、元気？なんかキャスバーでちょいちょい会ってますよね。なんかそれでも1年ぐらい会ってないですよね。今回あれっすか、捨て頃来るんすか。もう長いっすよねヒロくんさんとも。久しぶりっすね。ヒロくんさんはさ、あのうなちゃん大好きで、ちゃんまん大好きな人で、でもなんか俺がさ、ドカソの頃から放送見てくれてて、でいろいろアドバイスくれて、リアトツももうそのいろんな生主見るから、ヒロくんさんはこういろんなところで会うのよ。リアトツとかで、あ、またヒロくんさんだと思って、あ、来ます、頑張ります、いっす、あの会場で声かけてください。あ、トツね、全然全然来て来て。また横浜であの格闘技のイベントやるから。実はニコ生で結構和道さんの配信スタイルいいなと思って個人的に思ってた。
そうだよ。いや、俺の配信スタイルなんてないよ。もう適当にやってるだけだから。俺はスタイルはもうちゃんまんから全部教わって、今はちゃんまんのスタイルでやってないけど、だったら佐野智則見に行った方がいいよ。あ、今の佐野智則は勉強になんないかもしれないけど、うん、俺はちゃんまんから全部学んだよ、配信の大事なことは。あとエミさんとみどりさんかな、力也さん、まあいろんな大手の人がいるけど、まあ一番その言葉で響いたのはエミさんだね。あのすごい人だなと思ったのはエミさんで、もう放送でずっと研究してたのちゃんまんで、あの企画とかこのプロ意識みたいなものを学んだのはみどりさんだったね。楽しみにしてますね、ヒロ君。また会いましょう、ぜひ。もう長いっすよね。ヒロ君さんなんかもうリスナーどれくらいっすか？ 9 年目とかじゃないっすか、もう。ハンゲームの麻雀で運営が朝早くやると。うん。サプリ君、和道が好きって、ヒカル君の店にステッカーもらいに喜んでた。あー、サプリ君はね、よく、来てくれんの、遊びに。そう。まだね、配信始めて2ヶ月半のイケメンなんだよ。あの子最近伸びてきてるから、俺彼伸びると思うよ。風船985個ありがとう、そうそう。風船爆弾ありがとうね。そう。あ、フォローしてあげて。あの子多分サプリ君は伸びると思うよ。頑張ってて。まだ若いんだよね。イケメンだし。俺とは全然ジャンルが違うけど、彼はね、和道好き和道好きって言ってる若くて珍しい子だから、俺もまだ会ったことないんだけど、サプリ君とは。彼は感じいい子だよ。いや、何言ってんすか？ビールおごってくれたんじゃないですか？未だに写真ありますよ。何言ってんすか？ヒロ君さんがね、おごってくれたんじゃないですか？ビール。覚えてますよ。残ってますよ、写真。一緒にビール飲んだなんて、そんなそんな。ビールおごってくれたんだよ。あの、喉乾いてるでしょって、頑張ってね、つって。そう。あ、サプリ大学卒業なんだ。へえ。ね、賢そうなね、顔してるもんね。頑張ってほしいよね。まあ、彼はね、なんかこう、ファンつけていきそうな、すごい顔、ビジュアルがいいんだよ。あれ、町会議いつでしたっけ？何年でしたっけ？ヒロ君さん。町会議いつだったっけな？あれはいつだ？町会議4月か。4月。4月の？あ、何年前だ？2015年の町会議かな。まだ多分バーやってる頃だと思うんだけど、いつだったかな、町会議。ちょっと待ってください。2016年、15年か、多分15年だと思うんだけど、あ、違うな、15年忙しかったんだ。16年かな、16年の2年前ですね、多分この辺だ。店ありましたよね、あの時。多分ね、2016年だと思うんですよ。あれ違うな。いつだったっけな、町会議行ったの。写真ね、まだ残ってるはずなんだよな。あれ？町会議4月だよね。残ってねえな。懐かしいっすね。多分2015年。4月。あれ、いつだったっけ？あった。これだ。あったあった。3年前っす。これだ。これ、ヒロ君さんからおごってもらったビールでしょ。覚えてます？これだったでしょ？これでしょ？思い出した思い出した。これだ。こんな髪してませんでした？これだこれだ、これ、これ、ヒロ君さんがこう飲みなよって言って持ってきてくれた。店7店舗潰したからね、1年半でね。あ、お坊ちゃんなんだ。うん、そっかそっか。配信の流れなんかないよ、楽しむだけだよ。うん、配信なんかさ、あ、配信で売れてるやつなんかさ、まともに働けねえクズ野郎ばっかりなんだから。そう、俺らはこれしかないから、これにしがみついてるだけでさ、そう、楽しむしかないよ。かっこいい、ありがとう。そう、髪の毛長かったね。
はい、アイテムありがとう。サンキュー。いやすごいよ、空気清浄機ありがとう。みーすけ今いないからあれだけど、お礼言ってもあれなんだけど、空気清浄機のフィルター見たらびっくりしたよ。まだ2週間ぐらいしか使ってないのに真っ黄色、真っ白だったフィルター見る。たった2週間でこんなに部屋の空気取れたの、汚れって。2週間でだよ。話聞いてくださいっていう前振りいらないよ。何でも聞くよ。これだよ、たった2週間でこれだよ。やばくない？やばくない？俺の部屋たった2週間でこんなにヤニ。ほらフィルターの、これ替えで売ってんのかな。びっちりよ、花粉だのヤニだのホコリだの。これは壁よく、これはやばいよね。これはこれやばくない？汚ねえの。これたった2週間でこんなになったからね。これえぐいよね。どう思う？みんなえぐいでしょ。これはこれはやばい。もわっとしてさ、こう部屋の中に入るともわっとした匂いがあったんだけどなくなったもんね。あの部屋帰ってきたら部屋がね綺麗な空気が。いやー汚れてるでしょ、2週間でこれだもんね。自然換気、窓開けたりして換気してたんだけど、空気清浄機ほらシャカとペコがかわいそうだからっつってさ、あのみーすけさんが送ってくれたんだよ。そう、それを小鳥も吸ってないか。いやだからあのよパルちゃんよ話聞けよ。あだから空気清浄機のフィルターだから綺麗な空気出てくんだよ、うん、今は大丈夫だっつう話よ、うん、いや空気清浄機頑張ってるよ、大活躍だよ、うん、出る時の費用壁紙全部取っ替えろって言われるんじゃないの。もう何年住んでる？ 6 年住んでるか。一軒家欲しいよな。いや、大丈夫だと思いますよ。ステゴロ1の時、結局なんだかんだチケット手に入んなかった人、立ち見来なかったから、立ち見2人ぐらいしか来なかったのかな。ガラガラっすよ。だからもう早めに並んで、立ち見席絶対ゲットできるんで。あの、意外とね、来ないんだよ。どうせみんな来るんでしょうっつって。手に入らないでしょうっつって。絶対入れます。あの、朝早く来たら。てか朝早く来たらあのほらあの入りでみんなスタンバイとかやってるから、あの出入りがあって面白いっすよ。早めに行くのがいいっすよ、出待ちするのが。会場で行ったらだってバンバン話しかけられましたもん。お和道くんとか言っていかついおじさんとかに、おーどうもって言ったら、俺珍味団だよっつって、もう大体珍味団なんだけどいかついおっさんが声かけたら 100% 珍味団の。ウナのリスナーでさーっつってさ、ジャージみたいな感じでごっついさ、ヤンキーみたいなおじさんが声かけたら大体珍味だから、うん、やんちゃ系のね。麻雀で朝は人がいないのに俺が打つと必ず運営が2人来て俺をラスにする企みをするけど、全く麻雀？いやわかんないよそれ、麻雀やらないから。今の和道さんの状況って言った方がいいかな。にわか発言で和道さんに失礼になりますので、自分なりにチェック。あ、全然いいよ。俺なんかチェックしてもしょうがないよ。
俺なんかチェックしてもしょうがないよ、うん、コッパ野郎だから、うん、いいのいいの、俺は静かにうちのリスナーさんと楽しく放送してるだけだから、うちわな感じでやってるから、あんまり配信会のこととか俺は勉強にならないよ。もっとメインストリームの金梅さんとかよっさんとかうなちゃんとかみどりさんとか見るといいよ。おい、おはよう、よいこさん、おはよう、今日もよろしくです。もしよかったらね、無料アイテム配られてるんで、あのアイテムで応援してくれると嬉しいです。あのね、10分に1回ね、アイテム1個配られるらしいんで、あのもしここ見てくれて10分見たらアイテム投げてください。トーマくんっていうねアイテムが多分無料アイテムで配られてるから、有料アイテムを頼むよ、うん、有料アイテムを頼むよ。トーマくんがいくら集まったところでさ、マンスリーポイントが上がるだけで収入にならないから無料アイテムは所詮粉飾決済のアイテムだから、これも大事だけどね、無課金税の人の応援だから。有料アイテムも頼みますよ。なんか多分なんだけど、いっちゃんさ、麻雀で レーティングって言うんだっけな、いっちゃんが強くなると点数、内部点数が上がるんだよ。だからこう条件が難しくなるんだよ、強いやつを組まされたりするの。レーティングってやつだよ。アイテムありがとうね、みんな。エデンさんありがとう、風船ありがとう。リスナーさんの財布の紐が硬い時と緩い時があって困っちゃうんだよ、うん、多分そうだと思うけどな。内部の点数のアルゴリズムが上がって強いやつと組まされたり、条件が不利な状況で組まされるんだと思うけど、どうなんだろうな、わかんねえな、麻雀やらねえから。ゲームで波すごいよ本当に、うん、まあなんだかんだ食えてるからいいけどね、毎日崖っぷちだぜ。お、5倍トーマくんありがとう。わお、ありがとう、クール花火ありがとうございます。続け続け、花火師、花火師続け、頑張れ和道花火師、ありがとうございます。花火3発いただきました。匿名さんありがとう。来たね、やめらんないよね、あざす、ありがとうございます。あ、そりゃなあ、働け働けって言われるけど、働けるんだったら苦労しねえよな。でもなんか実業通貨ね、もう一個ぐらいね、収入ね、持っとかないと危ねえよな。シルバー頑張ろう。初めて見た花火、うん、なんかでもラグい気がすんな。何なんだろう、ちょっとラグってる気がすんなよな。放送見てみっか、画質上げたから多分ちょっと重たい気がすんだよな。なんか重いよね若干ね、ちょっとワンテンポだけずれてる、少しワンテンポずれてる気がすんだよね。放送全然ずれてねえじゃん。店やるとか予定ないっすね。あのシルバーやりますね、シルバー、シルバー今やってます。1、2、3、4、5秒、5秒か、まあ、こんなもんか、そんなにラグってねえな。しかしうちの放送画質やばいな、画質の良さズバ抜けてるよねこれ配信じゃないでしょ、もう客観的に見るとやっぱズバ抜けてるね、自分の放送とんでもなく画質いいわ。音と画質はやっぱ強いね、うちは。すげえな、こうやって見てんなみんな。
はいはい、またぜひぜひまた来てください。なるほどね。格闘技のイベント、モッティさんいらっしゃい。これはねウェブカメラ、これは1万円ぐらいのウェブカメラだね。おい土下座名人おはよう、よろしく。だからまあまあそんなに別にいい機材ってわけじゃないんだけど、セッティングはうまいんじゃない。まあ深夜っちょとかね、うん、まあ、ドレさんのあのセッティングも俺がやってるし、結構ねいろんな人からねあの機材何使ってんのって言われるんだよね。結構俺が使う機材ってテンプレートになるよね。バッテリーもみんなね、あのアンカーのバッテリー使い始めてるし、ヤマハの AG03 流行らせたのも俺だもんね。結構だからみんなね、同業がね和道放送をチェックしてるんだよ。和道の機材をチェックしてるんだよね。もうそろそろね一眼レフ入れたいなとか思ってるんだよね。一眼レフ、ねえ画像綺麗だよね。俺はねちょっとね黄色系の色が好きで、ドレさんに言ったんだけどね、ドレさんはね青みがかった色が好きらしくて青で設定してるんだけど、黄色い方があの肌の色黒くなるよって言ったんだけど、なんか北のブルーみたいな青っぽい色が好きらしいよドレさんは、うん、おそうそう目に優しいこう柔らかい色、そう目が痛くならない色を選んでますね僕は。そういう配色が好きなんですよ、柔らかい色が。ドレさんの放送こうね、白が強いからね、青が強いっていうか、せっかくね肌の色黒いからあれなのにもったいないよね。ありがとうペコポコランド、ありがとう。そう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 、長時間見ても疲れないセッティングにしてるんですよ、目が疲れるからね。まこちゃん、まこちゃんファンタスティックありがとう。なにこれ、これうわ有料アイテムだ、ありがとう。うわすげえ、なにこれ5000円分、なにこれありがとう5000円分、ありがとう匿名さん、ありがとう。20個5000円入ったよ。え5000円、違うか4000円かな、すげえな、ありがとうまこちゃん20個ありがとう。わあトータル40個ありがとう、すげえな。うわマジか、いいの大丈夫。まこちゃん60個目ありがとう。なに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 、まこちゃん80個目ありがとう、ありがとう。なにどうした、ありがとう、ありがとうございます。まこちゃん100個目ありがとう。10倍きた、10倍きた、10倍ありがとう、10倍ありがとう、ありがとう。なになになに急に、どうしたどうした、ありがとう。10倍ありがとう、大丈夫？ 10 倍ファンタスティック、いやいや、うわえぐに、えぐ、ありがとうございます。誰よ、誰って俺は知ってるんだけど
なんでこんな投げてくれんの？ありがとう。すーげえ。ありがとうございます。びっくりしたわ。何？ありがとね、匿名さん。なあ、びっくりするよ。すーげえな。とんでもないってあなたじゃないでしょ。そういうのよくないよ。そうそう、本当にそういうのよくないよ。いや、とんでもないじゃないよ。あのね、紛らわしいから。あなたも結構投げてるから、そのギャグはあのアンチとか絶対に投げてないやつが言うんだったら笑えるけど、そそがとんでもないっていうのは多分反感買うよ、あなた。それあなたのは、ね、そう、風船投げといた方がいいよ。あなたもちょいちょい投げてるからね。あなたが言っちゃいけないギャグだから、それ、うん、ねえ、すごいね。ありがとうございます。なんだろうね、匿名さんの爆投げ怖っ。ありがとうございます。嬉しいわ。マンスリーやばいことになるんじゃないの？なんかマンスリー跳ね上がりそうじゃない？うわ、7位だわ。うっそ、一瞬で7位だわ。すげえ。アイラが1位で、まあ相変わらずだよな。アイラ、ワカ、マロ、テル、この辺わかるじゃん。この辺わかるじゃん。ここに俺いるよ。すごくない？やっば。ほら、8位とぶっちぎりだもん。やっば。オタマートランキングで今俺7位だわ。オタク、オタクな男。こいつよりオタクだから俺。こいつより 100% オタクだし、こいつより 100% オタクだし、こいつも、あ、ティロフィナーレちょっとあれだけど、この辺より全然ぶっちぎりでオタクだからね。なめんなよ、オタク。カズ軍曹の上に一気に行ったもんね。すごいね。ありがとう、みんな。無料アイテムをよろしくね。みんなで応援して。アイラは強えな。アイラは強い。とんでもなく強い。いやー、でも7位はすごいな。おー、ありがたいね。ジャックありがとう。うわ、ジャックラッシュが来たよ。ジャックラッシュ来たよ。ジャックラッシュ、ジャック貯めてくれてたの、俺のために。ごはんちゃんいらっしゃい。あのさ、ツイッターでさ、ごはんちゃんで思い出したんだけど、ちょっと、あの、ツイッターね、すごいね、ジャックラッシュありがとうね。ツイッターで、あの、面白いツイッターがあるんだよ。ドラゴンボールの孫ごはんってあるじゃん。今紹介するわ。孫悟飯知ってるでしょ？あの悟空のあの、なんつうんだ、悟空の息子かの悟飯がツイートしてるやつがあるんだけど、それがめちゃめちゃ面白くて紹介するね。ちょっと待って、あれ、なんだろう、時間に読み込みに時間かかってる。ちょっと待ってね、ツイッター重たいな。この悟飯すげえ好きなんだよね。あれ、ちょっと待ってね、ツイッターが重たいわ。ツイッター、ツイッター。いつ頃のツイッターだった？これだ。これ。このツイート見て、みんな。うん。このツイート見て。大谷翔平くんは23歳でメジャーで大活躍。藤井聡太くんは15歳にして6段。みんな若いのに本当にすごいな。尊敬します。ちなみに僕がセルゲームで地球を救ったのは10歳の時です。って言ってさ、このツイート良くない？なんかさ、ニコ生のアンチコメントみたいなさ、なんかコメント職人感がすごくてさ、タイトルが自己顕示欲が強い孫悟飯っていうキャラなの。だからいろんなパターンでこの自己顕示欲が強い孫悟飯は、なんかいろんなことを褒めるんだけど、絶対に語尾で、最後の最後、僕すごいでしょってやるツイートがあるの。これリツイートしとこうか。うん、もう一回リツイートしとくね。こういうのいいよね。なんかね。ただ、その、アニメのサムネを使うだけじゃなくて、キャラ設定をしっかりして、あの、ツイートするっていう。これプロだなって思う。そう。孫悟飯のサムネで思い出した。こういうのいいよね。こういうなんか、文章で笑わしてくるやつすごいよね。
これ面白いよね。これはね、確かね、牛島いい肉さんがツイートして気づいたのかな。牛島いい肉さんがツイートしてた、すげえな、フォロワー数3万人突破してんだ。いや面白いよな、世の中にはバカがいっぱいいるんだ。面白いバカは増えた方がいいよ。日本って平和だなって思うもんね。あ、そうそう、忘れてた。次のさ、格闘技の自主企画やろうと思ってて、で、あの、便所太郎さんが解説やってくれるって言ってんだけど、いつ頃やろうか迷ってるんだけど、どう思う？捨て頃がさ、6月だから、やる？どう思う？あれさ、3万円かかるんだよ。3万かかんの、あの企画やんのに。で、前回花火一発だったの。2発とか。やる意味あると思う？どう思う？俺すげえ悩んでるんだけど。テルとかに主催して、そこに乗っかるか、ワドを主催でまたやるか。今回配信者、もしやるんだったら大人数でやってもいいかなとか思ってんだけど、どう思う？みんな。やるべき？だったら別のところに予算振って面白い企画やるか、格闘技に予算振るかで迷ってんだよね。誕生日にかぶせる？ああ、そっか、バースデーあんのか。忘れてたわ。バースデーあんのか、俺。君が主催じゃない方がいい。あ、じゃあやめとくわ。オッケーオッケー。うん。あ、オッケーオッケー。やめとく。やめよう。いつから配信ふわっちしたか、ふわっちに来たのはいつだったかな。1年半前だから、2016年の10月かな。2016年の10月で。それでもね、タイムシフトも300個ぐらい消してるんだよね。うん、今全部タイムシフト消そうっていう作業やってて。誕生日会やる？どうしよう。誕生日企画やるか。5月の21。誕生日で何やる？何やろうかな。キャスバーか、5月の21って何曜日だ？バースデーイベントやるか。5月の21月曜日か。月曜か、微妙な。キャスバー借りる？人来ねえんじゃねえかな。キャスバー貸し切りしてもらう？月曜日。多分山津さんに言ったら多分 OK 出ると思うけど。誕生日にかぶせよう。誕生日にかぶせてやるか。でも月曜日の閲覧ってどうなんだろうな。微妙だよな。まあバースデーなんかやるか、せっかくだから。忘れてたわ、自分の誕生日。まあ普通に配信毎年やるだけなんだけどね。金銭面でリスク、そうなんだよね。取らない方がいいよね。わかる。そう。
とわかる、すげえわかる、うん、すげえリスクだからだしね、腹立ってくんだよね、なんか金かけて叩かれるから俺の場合。キャスバーはね、歌舞伎町、新宿、歌舞伎町のもう超ど真ん中だね、もうメインのメイン、あのゴジラのビルあるでしょ、東宝の映画館のあのホテル、あそこの真裏、だからもう歌舞伎町の超ど真ん中、あそこ家賃高いと思うよ、よくあんなところで勝負するなと思ったもん。もう黒字化したって言ってたけど、黒になるまで相当大変だったろうね、あれはえぐいよ。和道さんが雑談配信だから企画で金かけて盛り上がらなかったらダメージでかいよね。そうなんだよね、だから雑談系の、今この前さ、スラムダンクの話してた時に便所さんがさ、あの漫画やわみたいなのをやろうって言ったじゃん、あ俺が言ったんだけど、漫画やわって言って、その漫画をその解説する朝までやる番組ってどうかなと思って、で便所さんやるよって言ってくれたから、生活保護でそれをやろうと思ってたんだけど、漫画でやるってどう、漫画好きの配信者集めて朝まで漫画討論するっていう番組、それはね一回ね、あの知り合いの人にちょっと企画書持ち出してやろうかなと思ってんだよね。そう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 、旧駒劇の周りのところ、キャスバーは、キャスバーここなんだけど、っていうか邪魔だな、評価 1.4 これすごくない、キャスバー評価 1.7 すごいな、星 1.7 ってすごくない、キャスバー星 1.7 ほんと配信絡みはとことんやられるからな。ちょっと待って、キャスバー、キャスバーは、キャスバーはね、ここら辺、ね、これが駒劇なの、これが駒劇場ね、駒劇で、これが駒劇の裏、ここ、これ、このでっかいのが駒劇で、これが青壁、ここが、ここが青壁だから、キャスバーから流れてぐるっと回って青壁で配信するっていうのが普通だね、通常の流れ。いやすごいよね、どんな作品を語りますか、配信者による。だから俺だったら、なんだろうな、風の谷のナウシカと古谷実作品と、あとなんだろう、古谷実3作品と、あとバキを持っていこうかな、3タイトルぐらいに絞って。で多分便所太郎さんは桜通信とか来るんじゃないの、わかんないけど友人に語りたいことがあるっつったから、だからいいんじゃない、エロ漫画ジャンルとか恋愛漫画ジャンルで一番おすすめとか、そういう感じでトークバトルするみたいな、それでいいんじゃない。解説っていうか、もうプレゼンしまくるみたいな、ま、任せろよアンコロ、トークだったら負けねえから、もう企画打たせたら結構強いんだよ俺。リュウホーデスマスワード2、アイテムありがとう、アイテムありがとうございます。10分に1回ね、無料アイテム補充されるんで、皆さんアイテムよろしくお願いします。トーマくんっていうのがね、多分補充されるはずなんで、よろしくです。オタマートってこれ何日間やるんだろう、でも嬉しいな、7位、オタマート勝ちてえな、俺の方が絶対オタクだからな、22か3日間か、
か本当にのりこはよく寝るよな。またいらっしゃい。あ、そうだ、俺今日あれだ、荒野と約束してたんだ、忘れてた。荒野と約束してたんだ、思い出した、よかった。オタマートになったら、お金もらえるよ。ランキング上位にはお金もらえる。オタマートランキングに全部書いてあるよ。見てみようか。オタマート。なんかこういうイベント系って、ここに書いてあるけど、オタマートランキング。多分お金もらえるんだよね。これ、俺無差別級ね。これ。19日から22。で、エントリー済みで、これだね。1位は5万円。まあこれアイラだね。で、俺7位だから2000円今もらえる権利がある。悲しいよな。これ円だから、ね、5000円もらいてえな。この、いやー、アイラに金が入っていくだけだからね、ただ単に。なんで金持ちに金が入っていくんだよな。悲しいよね、本当に。金持ちにどん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 金が入っていくだけだから、ね。2000円もらえる。いや、2000円でかいよ。2000円で笑えないよ。いってらっしゃい、エデン。頑張ってね。いってらっしゃい。あ、そうだ、荒野。荒野、荒野。荒野。荒野って配信どんな感じだったんだろう。荒野と今日スタジオ行く約束して、昨日ね、荒野に今月入ったらスタジオ行こうぜって言ってたので、スタジオ OK っすよっつって、まあ来月行きましょうって言ってて、昨日連絡したらなんか冷蔵庫が家に届くから無理っすねっつってて、あ、じゃあ今日行こうよって。荒野昨日何時まで放送やってたんだろう。荒野誰かさ、ベースできる人いない？ベースできる人、ベースが集まったら完璧なんだよな。ベース夜の9時か、昨日の放送夜の9時から2時間だからまだ起きないだろうな。ベーシスト募集しよう。おはよう金魚鉢さん。アイラより和道の方が面白い。ありがとう。自営業じゃないよ、俺は。無職もう働いてるっていうのめんどくさいから無職っていうことにした。ベースできる、あ、便所太郎さん、あ、便所太郎さんトゥクトゥクの旅やってんのか今。なんか楽器できる生主いないかな。アメリカ人いるか。アメリカ人、アメリカ人って最近どうなの。うん、アメリカ人ベース要っつがベースいないと多分音がどうしようもなんないですね。誰か東京で楽器できる、楽器できる配信者。便所さん、便所さん急だな今日、無理だな。誰かいねえかな。荒野ギターできるからね。ジンマさんありがとう。荒野でしょ、おドラム俺でしょ、ベース。アメリカ人連絡してみようか。アメリカ人電話してみっか。出ねえか。まあまあ荒野と二人で入ってもいいしね。おはよう、チクチクキノコタン。クーちゃん、おはよう。ミータン、ジャック、ありがとう。ありがとうございます。
意外とね、バンドできる人でベースできる人ってイメージ、ベースの放送とかあんま見たことないもんな。ベース、ベース、なんかないかな。意外と俺ドラム叩けんの知ってた、みんなドラム叩けんの意外と知らないでしょみんな。トーマくんありがとう。ハモさん、俺のドラムテクニック知ってる？みんな、配信会一と言われてるドラムテクニック、配信会のよしき。おい、夜のラッキー、おはよう。ジャックありがとう。ツイッターでバンド募集しとくか、一応知らない、やってみて。 OKOK、 ちょっと待って、俺のテクニック見せてあげる。ちょっとその前にね、ツイッターで募集するわ、あのベースできる人、ベース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 、今日スタジオ多分入るから。ちょっと待ってね。もうスーパードラムテクニック見せてあげるから。うん。ツイッターで今リツイートしたから。いくよ。あれ？あれ？再生。CD？いいだろなかなかいいだろ、どうよ。まこさんいらっしゃい。いいだろ、アニソンのカバーバンドとかいいかも、うん、いや選曲のチョイスには定評あるからね俺。こうや何系のジャンルやりたいんだろうな。カート・コバーンが好きって言ってたが、ニルバーナとかが好きなのかな。ニルバーナなんか叩けねえよ俺、うん。パチパチありがとう。今日はやることできたね、よかった。今日は暇だ暇だって騒がなくてよくなった。まこさんジャックありがとう。ベーシスト、ベーシスト、ベーシスト、ベースできる生主、うわ、なんか始まった、なんかふわっちがやってる、なんだこれ、タイムセールプレミアムセレクション、初めてやるね、プレミアムセレクションタイムセール、10時から13時まで、何これ、現在タイムセール限定でプレミアムセレクションを発売中です。プレミアムセレクションとは、通常販売しているプレミアムアイテムを個別に購入するより 20% お安く購入できる大変お得な詰め合わせアイテムです。
お手軽に利用できるものから豪華な花火の詰め合わせまで3種類のラインナップを取り揃えております。ほう、どれどれ、ほうほう、これだ。エントリーセレクション480円、風船50個、1200円、ハート5個、ラブリーセレクション、花火セレクション5000円、ハート花火1個。ほう、ここバレンタインさんいらっしゃい。ドラムってむしゃくしゃしてる時の方がうまく叩くそうだな。いやいや、そんなわけないじゃん。めちゃめちゃ大変だから、すっげえ繊細な作業だよ。苛立ってる時なんか無理だよ。手足バラバラに動かす、音を聞きながら合わせる、なんて言うんだろう、カラオケとかとノリ違うからね。めちゃめちゃ技術的な話だから、神経めちゃめちゃ尖らせないとできないの。怒ってる時とか無理よ。なんかもうそんなめちゃくちゃ話しないでしょ。なんか怒ってる時の方がパンチ力が増す、ボクシング強いって言ってるような世界だと思う。うん、アイテム上がりすぎてうまく叩けやしない。アイテム上がれば上がるほど俺は上手くなるタイプだから、任せて。そこはアイテム上がれば上がるほど強くなる配信者なんで。にゃん、あ、筋肉痛すげえな。お、腕太くなってる、この2日で。ほら、わかりやすいな俺の体。ほら、腕太くなってるよね。バンプアップしてる。ジャックありがとう。太くなってるよね。ほんとね、俺ね、すぐ鍛えたらすぐね反応するから、ボディービルとか向いてるよって言われるんだよね。太りやすい人は筋肉つきやすいんだって。ねえ、太くなってるよね。すぐ太くなるから。まあちょっとうどんの意味は分かんないけど。うん。うどんって言われたから、ね。間違えた。うんとうどん間違えないでしょ普通。今日はあれだ、じゃあ夕方とか昼間に荒野とスタジオ入って、そのままキャスバー配信どう。たまには、たまには酒飲むか。せっかくアイテムめちゃめちゃいただいたしさ、そうしようぜ。ドラムで汗流して、ブワーって汗かいて、荒野とバンド組む話して、でっていうかさ、あれだ、この前さ突したさ、音大の人いるじゃん、あの人にさ曲作ってもらおうよ。な、何さんだっけあの人。ほら、めちゃめちゃジャズとかのピアノ上手い人。な、何さんだっけ、突かかってくる人、めっちゃいい人。なんつったっけな、名前が思い出せないんだよな。何さんだっけ、誰か覚えてない、誰も覚えてないっぽいな。何さん、トンちゃんだっけな、ゲンちゃんだ、ゲンちゃんに曲作ってもらおうよ。ゲンちゃんの LINE あるかな。ゲンちゃん即興で音楽の先生やってたんでしょ、作れるっしょ。それよくない？俺ら音楽の曲なんか作ってもどうせヘッポコな音楽しか作れないんだからさ、ゲンちゃんに作ってもらうか。ゲンちゃんのリスナーさんいる？この中に。ニコ生とかさ、ふわっちでゲンちゃんの放送を見る人、ゲンちゃんリスナーいますか？いたらさ、和道がさ、曲作ってって言ってたって伝えてもらえないかな。ゲンちゃんの LINE 登録されてないから。
あの鳩飛ばしといて、源ちゃんに協力してもらおうぜ。あの人作曲センスめちゃめちゃあるから。いい曲ができるといいよね。てかなんか一曲だけさ、なんかライブハウスに出るっていうのを目標でやるのありだと思うんだよね。ライブハウスに出てなんかこうなんつうのパフォーマンスするっていうのありじゃない？そしたらリスナーさんもライブハウス来れるし、なんか対バンとか企画もできるじゃん。なんか和道バンド、俺こじきっていうバンドやりたいんだけどふわっちの有名配信者だけで組むバンドで、こじきっていうバンドやりたいの。で、なんか、パンクバンドやりたいんだけど、メロコアで。なんか、PV とか、ほら、あの、新八丁とかも曲アップしてるし、ナーボーとかもラップとかやってるのよ。バンドで見たことなくない？いる？雑談生主のバンドって見たことなくない？中さんはどつねえ、実現したいよ、したら見に行きたいでしょ。いや、こじきでしょ、こじき。3曲ぐらいオリジナル持っときゃライブできるから、2曲3曲で全然できるの。だから2つは2曲はコピーで3曲で5曲持ってたら30分の尺って埋まるから、だからそれありだと思うんだよね。なんか古いおっさんが好きな30代40代50代でも知ってるなんか曲のメロコアカバーと、まあみんなが知ってるような有名な曲カバーと、あとはオリジナル3曲小じき。ありだと思うんだよね。ブラフマンとかもさ、あの五大悟の曲カバーしてるんだよね。俺はドラムだろうね、ドラムボーカルじゃん多分ポジション的には。多分ドラムボーカルになると思うよ。ジュース取ってくる。
アイテムありがとう。トーマくんありがとう。メロコアバンドがやりたかったんだよね。多分こうやメロコアに合ってると思うんだよね。声とかギターのプレイとか。こうやがギターボーカルで、便所太郎さんがベースだったらすげえかっこいいんだけどな。便所さんってさ、スケジュールもうトゥクトゥクって始まってんのかな。便所さんどうなんだろう。便所さん、トゥクトゥクは5月5日からか。トゥクトゥク、あれ今配信してる、今配信やってんのか、起きてんのか。いやいや、メインボーカルはあれでいいんじゃないですか。今配信やってんのか、便所さん。あ、やってるな。トゥクトゥクのテストやってるわ。今日暇だったら誘いたいけど。あ、トゥクトゥクいいな、トゥクトゥクいいな。おい、トゥクトゥクで走ってるよ、便所さん。トゥクトゥクいいな。おい、え、めっちゃいいじゃん、トゥクトゥク。やば、熱、トゥクトゥク。やばいよ、今走ってるよ、トゥクトゥク。やば、いいな、トゥクトゥク。かっけえ。うわ、いいわ、ずるいわ、トゥクトゥク。あ、結構いい感じだな、これ。熱っ、声が遠いとか言われてるピンマイクつけてんだ。まあいいや、便所さん後日誘おう。ゆっくりゆっくりでいいな。映像乱れてる？映像乱れてるかい？マジで？嘘？いや、乱れてないと思うけど。トゥクトゥクいいね。え、どう？みんな映像乱れてる？え？なんだろう。おー、みやびさんおはようございます。おはようす。え、映像乱れてる？どう？みんな。いや、どうだろう。ちょっとわかんないね。カクカクしてる？なんでだ？何が原因だ？うわ、CPU67% だって。なんだろう、これ。え、エンコードか高負荷。ほんとだ。え、ちょっと待って。エンコードか高負荷だ。重いね。なんだこれ。CPU が限界だ。なんだろう。何が原因だろう。画質上げすぎたのかな。
CPU がすごいことになってるな。本当だ、ありがとう。え、何が原因だこれ。 CPU がとんでもないしてるね。今治ったかな。なんで高負荷になんだ。多分設定変えたからなんだけど、 CPU60 何パー、ちょっと待って、たまに音声途切れる。うん、みやびさんおはようございます。アイテムありがとう。たまに音声が途切れる。今は治ったかな。どうすればいいんだろう。画質を上げすぎたからパソコンが意外と負荷かかってんな。パソコンの負荷見るときどうやってやるんだっけ。タスクマネージャーだっけな。 CPU が限界だった。パソコンがヒーヒー言ってる。ちょっと待ってね。今大丈夫だね。ありがとう。俺が原因だわ。Windows 10のあの CPU 見るやつ、どうや、デバイスマネージャーだ。デバイスマネージャーで、ちょっと待って、今見てみるわ。何が原因だ？デバイスマネージャー。え、デバイスマネージャーじゃないっけ？違うな。何だっけ。エンコード高負荷、映像設定を下げるか、より高速の、映像が重いんだ。どうしよう、映像が重い。なるほど、なるほど。タスクマネージャーか、デバイスマネージャーだ。ちょっと待ってね。タスクマネージャーで、ありがとう。タスクマネ、え、タスクマネージャーの詳細かな、これか。あ、これだ。で、クロームがヒーヒー言ってんな。あー、これだ。OBS、クローム8個、クローム8、これを下げる。なんでクロームが悲鳴上げてんだろう。ちょっと待ってね。CPU が限界、 CPU が限界の理由は、OBS と Chrome って書いてあるんだけど、原因わかんねえな。 OBS の設定下げるか。なんでこんな高負荷なんだろう。まだやってるよ。あ、何気さんありがとう。多分今ギリギリ高いな。 OK、 一回セッティング変えます。ごめんなさい、映像の負荷がちょっと重たいんで一回セッティング変えるので、5分後ぐらいに集合で。お疲れ様です。5分後に集合です。